よ？あ、うん。こっちの道は知らないですね。調べる。ん？あ、これは読みました。あれ？読んだっけ？あれ？違う道だっけ？同じ道だっけ？同じ道か？違う道か？あ、違う道だ。ここは？どこに繋がってる？うわ、全然違うとこじゃん。来て弱かったのか、ここ。あー、お、あ、鍵開けた。あ、ショートカット。ショートカットができるようになった感じ。あ、でも上に行けるな。うん。こっからこっちか。おっと、箱あるし。またなんか箱あるし。箱のように見える祭壇がある。あ、祭壇なんだ。蓋の部分が扉になっているようだ。扉には大きな鍵を差し込む穴が開けられている。この大きな箱の中に何かがあるのだろうか。鍵があれば中に入ることができるかもしれない。中に入ること！どういうこと？中に入る。アイテムがあるのは向こう側だな。調べる。柵の奥に大きな箱のような構造がある。中に何があるのだろうか。こっから向こうには行けるのかしら。あ、行ける。罠の予感。来るか。来なかった。よし。いやー、なんだろうね。こういうものを置いておくにしてはちょっとな。あー、でもちゃんとね、祀られてるのか、ここ。あ、戻ってきた。こっからどうやって上に行くんだい？どうやって上に行くんだい？仕掛けはどこで発動するんでしょうね。下に行く必要はないでしょうから、上に行く道を探さないとですね。開かない。こっち開かない。ここじゃないとすると、どっかで鍵を見つけないといけないのかな？構造が頭の中に入らないね。右側の通路はだいたい行った。でも行ってないところはちょこちょこあるんですよね。赤いところはいけないところ。結構中腹まで来ましたね。一回ちょっと出てみますか。出れたらだけどね。出れない！あー！もう出れねえんだ。っていうことはだ。左の通路。左の階段下に下がるしかないな。なんで上に、ちょっと待って。滑舌。なんで上に行こうとして下に下がるんだろう。おっと、同じところに出たね。待った。こっち、あ、でもこっちの方に行ける通路があるけど、まだここに入るの嫌だな。嫌だな。もう一回あのルートで行けなかったところ？いや、行ってないところに行けば何かあるかな。まあ、だいたいうろちょろしてればなんとかなるかな。何かしらのヒントはあるでしょう。通路的にはこっちだよね。フィルムは07。あれ？さっきの濡れ女っち07で倒した。07でもいけるもんですな。あった。さっきこっち行ってないんだよな。そう。こっちに降りてない。降りるか。嫌だけど。嫌だけど降りましょう。
濡れたん出てきたら上に行きゃいいし。なんか広いぞ。ここ広いぞ。ボートがあるんですけど、何あれ。天蓋を開けるねえ。アイテムだ。まあ一つずつ潰していけばいいかな。何これ見えないんだけど。これなんだ。ん？読み人の書。格子窓の下に古文書が落ちていた。よ、多分読み人。読み人という文字が読み取れる。黒い水に触れてはならん。黒い水は体に染み入り、肌がただれ、腐り落ちていく。何でできてんでしょうね、それ。酸じゃない？でも酸は黒くないもんな。その痛みに耐えられるのは、死にゆく者のみ。我ら、読み人はいずれ死にゆく。この水、この身が腐り落ちるまで、背負う火を、箱か、背負う箱を、読みへと運び沈めるのみ。読み、ん？これ読みかな？読みで読み合ってるよね。読みを溢れさせてはならない。夜の湖？ん？あれで読みって読むのかな？こっちはいけるかな？あ、いけない。あ、鍵かけられてる。つばき！なんだろう。鍵がいっぱいありますね。いやー、この複雑な場所覚えられるかな？自信がない。こっから先は、何かある。いやー、これ、出てくる？出てこない。走ろう。お！濡れてるやつ！よし、危なっ。危ねえ。ケツ、メツ。よっしゃ。あの状態は良くない。近い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 。こいつは距離取らない方がいいと思ったんだが。あっ、やられた。どこ行った。いや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 、あぶねえ。ちょっと強いのいくかね。どっち行った。近いな、てか狭いな、ここ。よし、膝、頭。ダイブしてきたら避けた方がいいな。普通に取るか。普通に取って豆が出てきたのを弾き飛ばせばいい感じ。あの状態はダメージにならないのかな。いや、倒れてないよね、やっぱり。おっと、あぶね。回避したけどできなかった。このタイプ苦手。そっちか。と、また待って、沈めさせはせんぞ。結構食らっちゃったな。いやー、前に即身仏の話が出てきましたけど、即身仏はね、中にある層が、そもそもそうしようって入るものだから、意味合いが全く違うと思うな、これ。
ただの生贄じゃん。うん。あ、回復テント。あのタイプの幽霊苦手だな。なんかある。あれはなんだ。使ってるから何がなんだか。氷上山結界の書、文字が書かれた古い紙束を見つけた。氷上山結界と記されているようだ。結界？黄泉の源となる黒木沢は水上にあり、黒木沢より溢れし黄泉を沈め、なお溢れ出す黄泉を清めるため、氷上山の地に箱による結界を施す。ああ、それによる瞳悟空って感じ。黒木沢の巫女は、彼岸船にて、霞の宮より水上の宮へと渡り、黄泉との境を守る大柱となる。山の地に黄泉がこもらぬよう、中の社に、これ、旧楼かな。旧楼を埋め、中柱とする。境より溢れてた黄泉が、沈まぬよう、水の集いし場所に箱を沈め、身、玉を守る。三隅かな。氷上山の水は魂の源となる。三隅を守らねばならぬ。黄泉を溢れさせてはならぬ。多分ね、それ副産物だよね。ん？また出た！水辺は嫌！戦うなら上がいい。あ、ここは行けない。お前か。沈んだということは、ダイブ！ダイブ！危なかった。こいつだったらこっちでいいか。おっ、あぶね！それは卑怯じゃないか。このタイプは立てたな。いやー、それにしても今日はいつも以上にダイブしてくる。ちょっと今避けたけど、今避けるボタン押したけどダメか。あれって無敵か。もう許さん、普通に取る。飛んでけ。3回取れば吹っ飛ばせるから。あ、今のは痛い。ほら、あら、よし、飛んでけ。いい子だからおとなしく飛んでけ。まだか。終わった。沈めさせますぬぞ。早っ。早えって。消えるの早えって。いや、もう出てきちゃったからさ、何話してたか忘れちゃったよ。ここ上がれんか。っていうことはだ、船に乗るか、この上に行くかだな。でもこの上鍵かかってたから行けない。船乗る？船乗っちゃう？いや、船まだ早いんじゃね？こっち行こう。ああ、そうそう。瞳悟空だっけ？うん。まあ、山を清めようとした結果、まあ、生まれたものだと思うんですけどね。
まあ死を結びつけようとしたらそれぐらいの副産物は出てくるよね。こっからこっちはローバーが行ったところは行けなかったっけね。走りましょう。次行けるとしたらどっちだ。あの船に乗るのが正解だったかな。こっちは、あ、こっちが行けるじゃん。白むくじゃなかった。あれはなんだ。二つもある。まずはこちらから。見取りの文章かな。ふづくえの上に古文書が置かれていた。見取りという文字が読み取れる。巫女は見取りにより、水騎士者かな。たちの最後の感情をその身へと引き受ける。思い、痛み、罪、それらの秘密を共にした巫女は、水切りし、者に寄り添い、その死を案じる。多くを引き受け、心が溢れし巫女は、柱として箱に入り、その役割を終える。何それ、ちょっと待って。はじめにやろうとしたやつ、土地狂ってんだ。引き受けた秘密たちもまた、巫女と共に箱に封じられ、外へと、溶け出すことはない。かな？最初にやろうとしたやつ、何を思ってそれを始めたかですよね。出てくる？出てこなかった。あ、ログ1式。あー、ちょっと強めのやつだ！ほらほら！いい感じ。あー、なんかすっごい顔してる！今の取れてない？あなた他の人と比べてすごい顔してるよ。いやー、まあそういう能力があったとしてね、人のそういう感情みたいな記憶みたいなのを読み取れる能力があったとして、まあ壊れちゃうよね、そんなお仕事してたら。あー、今のダメか。あれ、終わってないよね。うん、まだ終わりではないはず。終わってた。待って、あー！取れなかった。口惜しい。まあ、一番初めにそれをやろうとしたやつは、罪深いよね。だって、一理もないもん。こっちは入らない。調べる。ああ、建物の奥に中庭のような空間がある。壁沿いに中庭を囲むような、ん？壁沿いに中庭を囲むよう廊下が続いているのが見える。探しているその天窓を開けられる場所っていうのが、こっちにあるかですよね。開かない！ここまで来て開かない！ということだよ。もう。もう船渡るしかないやん。船入るしかないよ、これ。船か。そっか。船んとこ向かいますか。だって志願しないでいて、まあそういう能力がある子たちを集めていたとしたら、本当に生贄だよね。
そっちかな。どっちが正解かな。こっちか、じゃあ。下にも行ってないところがあったはずだから、こっち。いや、こっちは来たな。こういった、こういった、こういったから、ここでこういって、こっち行けんのかな？あ、行けた。裏側かな？なんだここ。棺桶。棺桶じゃん。開いたし。へえ。なんだ。え、入ってる。入っとるし。何ここ。あれか。巫女は箱に入るけど、それ以外のその、命を落としに来た人たちはこういう感じで管理されるって感じかな。読み濡れの書。文字が書かれた古い紙束を見つけた。読み濡れと記されているようだ。読みを溢れさせてはならぬ。読みはすなわち、隔離をそのもの。ミスミが怪我され、読みに蝕まれば、読み濡れの最悪が起こる。現世は隔離となり、隔離は現世となる。人々の魂は沈み、よどみかな。水へ帰りし者も、亡者となる。読みを溢れさせてはならぬ。いやー、副産物だと思うんだけどなー。いや、もともとそんな場所があるとは思えないんで、やってきたことの副産物だと思うんですけどね。その読み濡れってやつ。他ねえか。結構いろいろ来ましたけど、開かないところ多いな。調べられる！棺の中に、人の大きさほどのものが横たわっている。人でしょうね。水死体って、まあ、形結構そのまんま残りますからね。どうい、おっと、今敵出てきたな。お前か。ちょっとね。ここは狭い！かい！あぶね！ここは狭いからあかん！どこ行った？よし！いろいろと。それは何だい？回避。あぶね。回避。お。ちょっと失敗してるな。狭いここ。よし、はい。普通に来てほしいんだが、狭いここ、狭いところでこいつの相手やだな。どういった？え、なんだ？え？ん？え？え、何？え、何？かえって不気味？ちょっと。どうした？なんで消えた？
え？わからん。こっち行ってみるか。倒せないで終わったのやだな。また出てくるってことじゃん。処理しときたかった。あら？ここは？あ、違う場所に出ましたね。あれはなんだ？トコシエバドの文書。祭壇前の床に古文書が置いてある。トコシエバノと書かれているようだ。柱となりし巫女は、黄泉に満たされた箱へと入れられる。巫女は箱の中で黄泉に触れ、眠りにつく。それは死ではなく、永遠の眠り。眠りの間、巫女は老いることなく、その姿を保ち続ける。故にトコシエバノと呼ばれる。それって死んでるよね。黄泉による眠りは、死の繰り返し。永久に続くそれは、永久の苦しみである。うん。ゴールドエクスペリエンスレクイエムかな。巫女の心が果てた時、その体は、黄泉へ溶け出し、柱の役割を終える。強き心を持つ巫女のみが、トコシエバナとして、黄泉の中で生き続ける。その長き苦しみにより、我らもまた、ながらえ、苦しみ続ける。それが黒き淵を、沢か。それが黒き沢を沈めし我らの役目。こっちはフィルムか。何のフィルム？素直に撮れる、撮れた。おっと、ゼロ式一枚か。ゼロ式。こっちには何もないから、ここか？お！なんだ！お前なんだ！なんか強いの来たぞ。こっち来んな。なんだ？ちょっと待って、追い詰められてる、追い詰められてる、追い詰められてる。ん？なんだ？ノッコン少女？なんだこれ？これ良くない気がすんだ。これ良くない気がすんだ。あの尺上絶対良くないだろ。なんだ！ちょ。やば、あかんか。ここ狭い！ここ狭いって。取るか。そう取った方がいい気がするし。狭いって、ここ！ここ狭い！飛んでけ！嫌な予感しかしねえな。ダメ。それ立てんのはダメ。ほい！食らって飛んでけ。あ、あー！ダメか。いやー、今の見取りたかったな。ここで何があるんだ？ん？祭壇の奥に箱の蓋のようなものが見える。これが箱のある部屋の天蓋につながる場所だろうか。ん？ん？箱のような構造は、固く閉ざされ開かない。祭壇に遮蔽器を放している。お。さあ、解き放て。この場所は、あの場所だね。うん。だね。え？ここどこ？あー！船のところか。小舟の上に人が立っているように見える。まだある。
あ、ここは、なんとなくわかるよ。え？格子窓の奥に、何かがあるように見える。三枚の写真と同じ場所を探せばいいんだろうか。そういうこと？それで開くって感じ？行きますか。